1939年のポルトガル王国の建国から1910年10月5日、革命による王政の廃止とポルトガル第一、共和制の成立に至るまでのポルトガルの君主について、記述する。ポルトガルでは、約800年の間君主制が取られ、歴代の国王は、ポルトガル王以外に、様々な称号を保持、もしくは自称した。フェルナンド一世とアフォンソコ世の二人は、 カスティーリャ王国の王位を請求し、カスティーリャへの介入を試みた。16世紀のハプスブルク家が勢力を拡大した時代、一時期は、スペインハプスブルク朝の君主が、スペインナポリシチリアの国王と、ポルトガル国王を兼ねていた。ブラガンサ王朝の君主は、ポルトガル王位の他に、ブラジル王、ブラジル皇帝などの称号も保有していた。 1910年の王政打倒後、1919年1月19日に王党派が王政の復活を宣言して政府に反乱を起こしたが、2月13日に内戦は終結する。最後のポルトガル王マヌエル2世の死後、ミゲル1世の孫であるドゥアルテヌノが、ポルトガルの多い請求者となった。1949年3月には、ドゥアルテヌノに、ポルトガル国内への居住が許可された。 王政の支持者は、ドゥアルペヌのから始まる、多い請求者を歓迎しているが、ポルトガルの州及び議会は彼らを、ポルトガル王として認めていないため、権力を有しない象徴的な存在に止まっている。歴代ポルトガル王はいずれも建国者のアフォンソ一世を、祖先に持つが、しばしば直系の子孫が断絶した。ポルトガルには、以下の王朝が存在していた。ボルゴーニャ家は、 ポルトガル王国を創始した一族として知られている。ボルゴーニャ王朝の祖である、エンリケでボルゴーニャは、フランスのブルゴーニャ出身の有力貴族であり、カスティーラ王国のアルフォンソ六世の求めに応じて、イベリア半島に渡り、レコンキスタに参加した。エンリケは、カスティーラ王国の風神として、ポルトゥカーデ伯領とコインブラ伯領を統治し、ポルトガル独立の基礎が形成されていく。 エンリケの息子、アフォンソ・エンリケスが、ポルトガルの独立を宣言したとき、ボルゴーニア家は一貴族から二世紀以上にわたって、ポルトガルを統治する王家へと転身する。フェルナンド一世の死後に起きた後継者断絶の危機の後、フェルナンド一世の娘であるベアトリスが、ポルトガル女王となるが、彼女の夫であるカスティーリア・オフアン一世が、ポルトガル王位を請求した。ベアトリスを、 ポルトガルの君主に含めるか否かについては、研究者の間で意見が分かれている。1385年に、ボルゴーニア王朝に代わって、アビス王朝が成立する。アビス王朝は、即位前に、アビス騎士団長を務めていた、ペドロ一世の諸子ジョアン一世を王朝の祖とする。ジョアン一世の創尊ジョアン二世が、死死に先立たれて死亡した後、 重帝で議帝であるベージャコーマヌエルが王位を継承した。セバスティアン一世は結婚を避けていたため子がおらず、その戦死後に王子である数奇教エンリケが王位を継承した。1580年1月にエンリケ一世は後継者を指名しないまま没死、マヌエル一世の孫であるクラト修道院長ドアントニオとブラガンサコー、ジョアンの妻カタリーナが有力な、 後継者候補として挙げられた。彼らと同じくマヌエル一世の孫であるスペインをフェリペ二世が王位を請求し、アントニオを破った。1581年から1640年までの間、スペインハップスブルク家がポルトガルを統治した。アルカンタラの戦いでドンアントニオを破ったフェリペ二世は1580年12月にリスボンへ入場し、 トマールで開催されたコルテスでポルトガル王を称した。イベリア連合として知られる同君連合のもと、ポルトガルは自治権を付与された。時代が進むにつれて、スペインへの中央集権化が進められ、ポルトガルには財政、軍事の負担が重くのしかかる。ポルトガル内では独立の機運が高まり、1640年6月のカタルーニャの反乱が再独立運動を後押しした。 1640年12月のクーデターの成功の後にポルトガルの再独立が宣言され、コルテスでブラガンサコードンジョアンのポルトガル王位が承認される。ドンジョアンの即位によりブラガンサ王朝が成立する。ポルトガル王政復古戦争を経て、1668年にポルトガルとスペインの和平が成立した。1853年から1910年まで、 ポルトガルに君臨した4人のブラガンサ家の国王の出身家系を指して、ブラガンサコブルゴ家という呼称が使われる。ありがとうございます。